今回は約2ヶ月ぶりにバンブハウスの方に見に来ました。どうなってるか見に行きたいと思います。結構不安ですな。ね、大雨も降ったしね。本当だよ。それでは行ってみよう。イエイ。え、おいしめってんね。やばいことになる、ジャングルだよ。一緒。ねえ。ちょっと待って。ねえ。ねえ。ねえ。え、だから乗ってんだけど。これ。入り口が通れないじゃん。とりあえず、通る？通る通る。え、マジかよ。行って行って。大丈夫だ。はい、行きます。はい。すげえよ。気をつけてね。あ、そんなことに。ほら。すげえよ。気をつけてね。あ、すごいことに。でも中は意外と。そうだね、だいぶ美味しいやつはいるけど、食べてるのはそこだけだね。ね。おー、塩だけ。すごいけど、これ塩だけがまた、生えてきちゃってんね。やばい。これちょっと狭く見ますな。あ、でも思ったよりあれだね。サイズ自体は、いかれてない。あ、ほんとだ。すげえ、竹が生えちゃってるよ。生えてる。塩だけが。雨降ったから余計だね。そうだね。あ、でもまだ青してるところは青してんね。どうします？とりあえず入り口どうにかしないとね。ねえ、入り口どうにかやっていこうか。はい。ね。よし。え、ではやっていこう。はい。戻るよ。はい。やったー。横を見て行けるしかないってことだよね。入り口がもう悲惨なことに。切るしかないもんね、本当に。そうだね。とりあえず入り口をどうにかしていこう。はい。痛い。よいしょ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 。蚊が多いから、うん。立ち線香つけよう。いい。よっこしょ。いきまーす。夏だね。夏だね。ていうか、蜂も多いし、蚊も多いし、雲も多いし。ま、山ん中だからしょうないっしょ。そこ虫嫌いの俺たちにはね。俺ごめん、向かって出たらそこに見えると思う。こんなもんかな？うん。いいよ。うん。よし、じゃあ。くせよっこしょ。それでやっていこう。えい。じゃあどうやって切ってきますか？どうだ、ね、え、何、ま、じゃーん。なんか最近あれだね、小技が多いね。これで決める？これでやろうぜ。了解。剣玉、剣玉ちょっと今日用意してきたんだけど。これって借金のやつですね。そうなんじゃない。ああ、読んでくよ。剣玉、うん、このボールが上に入ったら勝ち。それ時間かかんなくね？で、入んなかったら、切る。はい。じゃあ、じゃんけん。はい。どうぞ、どうぞ。俺、先が？俺先？俺、目かもしれない。どうぞ。うん。はい！一発！イエーイ！どうぞ。回していいのね。どうぞ、どうぞ。回していいのね。回しても入ればいいよ。いいよし。すげえ、俺。はい、ダメー。はい、ダメー。はい、やっていこう。イェーイ。やり。だーっしょああ。それ早く切れ。はいよ。え、それを適当に切っちゃうよ。いいよ。はい、ちょっと待って。オッケー。よし。いいよ。はい、行きます。ただこれを折ります。はい、頑張れ。うっさいな。頑張れ、頑張れ。すげえ、これ太いんだよ。木が。これ木一本倒れたんだろうね。でしょうね、丸々。木がこれ一本倒れたんだよ、これ。すごい。太いもん。おぉ。さすが竹をと違って切れ味がいいね。うん。これあれだからね、木一本切るんだからね。そうね。
え、1本じゃ済まないね、これ2本だね。嘘。ここ2本だってよ。本当だ、2本回り上がる。2本回り上がる、これ。さあ。でもこれ根元さ1本じゃないの？根元は1本だと思う。でしょ？ほら、1本だよ。ごめんなさい。先生。え、なんか虫が止まった。どこ？カメラに。カメラに虫が。虫が。バイバイ。え、虫が。バイバイ。これは手で折れっかな。おぉ。大変な作業ですね。しょうがないよ。こういうゲーム系全敗してっからな。どうすっか、どこで引くか。どこら辺がいいっすか、親から。これ、これバッツリいって、バッツリ。折れちゃう？うん、バッツリバッツリ。お、あ、簡単じゃない？意外と。買って、ここ。そうでもない？ここ買って、うん。なんかいろんなものが出てきそう。やめて。何？ノコギリがちょっとやばいかも。これナタ使った方がいいかもしんねえな。うわ、ほら見てこれ。いやモザイク入れようぜ。やべえこれ。これ無理。蹴り。うわ、これさ、シロアリ？いや、あ、シロアリかな、これ。うわ。だよね。一回ちょっと撮影中断しね。これさ、気合いな人見ない方がいいね。うん。中断しね。しね。ナタ持ってこようかなと思ったんだけど。そこで、やっとけ。行け。そこで、ちょっと変わんねえよ。頑張れ。あの、ごめん。何？コメントが出ね、何も出てこない。いや、俺真剣にやって、真剣に。てかね、見てるだけで体中かゆいんだけど今。だいぶすごいものが出てくるもん。うわ、フルでねえよ。フォームがでもあんな剣玉うまいと思わなかったよ。うん、行ってやろう。のどぎりがバキバキ言ってる。うん、やばい。かゆいよ。見てるだけでかゆいよ。じゃあ、ナタでやる、ナタで。いや。もう大丈夫だよ。だってそれ振ったら絶対飛ぶバージョンじゃん。そうなのよ。ある程度行って折れなかったら、ナタでいっちゃおう。うん。やべ、切れてきてんだけど。っていうか、虫が多すぎて、周りに。やだ。かゆくなってくる。でもこれスルメバチにいないときはまだマシだよね。ほんとだよね。うんうん、ああ、クマにやらせたかった。ほんとだよ。まあ、しゃあないけどね。うん。早い早い。思ったより早いわ。嘘。じゃあいいじゃん。虫がいっぱいいる。止まった。顔に虫がくっついた。行くよ。いいよ。あ、止まっちゃった。すげえ。ちょっと何匹か数えてみて。やだよ。ただでさえ虫見たくもないの。これやべえ、これ。これどこに。見たくないですけど、どうしよう。これどこに置くんだよ、それ。うわぁ、後ろ、さぁ、カトリ先生、気をつけて。はい。よかった、勝って。こんちきしょう。絶対できない。なんかね、うん、剣玉出した時点で俺がやるのかなってちょっと思ってたけどね。よいしょ。うわぁ、いろんなものが飛んでくる。でも半分取れるようになったよ。え？半分取れるようになったよ。ほんとだね。どうするこれ？え？こうやって。
そっちどうすんのよ。まだ触りたくねえけど。そう、かつい線香だけどかす？いや。これそっちに、とりあえず、投げて、時間の時に細かくしましょうか。はいはい。うわー、すげえ、なんか埃に見えるけど全部虫ってやつ。まあ、とりあえず。とりあえず？とりあえず通れる系にはなった。どうします？あ、こっち今度トマにやってもらうか。え？俺？俺？あ、トマじゃねえよ、クーガに。そうそうだよ。あそこはそれ残しといて、後でクーガにやらせようぜ。そうだね。うん。これがいいよ。ね。あ、よかった。汗がこんな。汗がこんな。いいね。サウナ行くよりいいよ。じゃあ、とりあえず、通れるようになったんで。中行ってみるか。よし。お疲れ様でした。とんでもないです。すいません。なんだっけ？はい。太かったね。太かった。けん玉で負けちゃったのがね、原因だからね。仕方がないですよ。本当だ、仕方ないよ。ふんって。よし、やっと中に入れるようになったよ。次回、黒い生物現る。どこどこ？見える？